んにちは、シド。ちょうど伺いたいと思っていたところです。どうしたんだ？あなたがロザリアの出身とお聞きしまして。モーガンビアードという花をご存知ですか？ロザリアに咲く珍しい花で、煎じて飲むと薬が効きやすくなるのだとか。いや、覚えがないな。そうですか。もしかしたらと思ったのですが。というのも、この隠れ家では薬品はとても希少でして、入荷も少なく、いつも不足しています。ですから、モーガンビアードの効能で効き目を増せば薬の節約につながるかと思ったのです。ただこの花の方向を万族が好むらしく、採取に危険を伴うためか、なかなか市場に出回らず。シド、無理を承知でお願いするのですが、ロザリアへ行った折にその花を探していただけませんか？探してみよう。どんな花か教えてくれ。ありがとうございます、シド。モーガンビアードは大きな黄色の花が特徴的で、グレードモン修道院の北部に群生しているようです。無事に採取できたら、ぜひ隠れ家にお持ち帰りください。万族が出るかもしれませんので、くれぐれもお気をつけて。それではよろしくお願いします。帰りなさい、シド。モーガンビアードは見つかりましたか？これで合ってるか？ええ、この花で間違いありません。ここで大切に育てて、薬の節約に生かせるよう尽くします。ありがとうございました、シド。花のことは知らなかったが、香りには覚えがあった。子供の頃よくロザリス城で香っていたよ。まさか、万族が好むものとは知らなかったかな。それにしても、薬を効きやすくする花か。俺の弟は体が弱かった。きっと、その花を煎じたものを合わせて、薬を飲んでいたんだろう。確かに、貴族の病にも使われたと聞いたこともあります。それほど、確かな効果のある花なのでしょう。そうだ、今回のお礼として、シドのために何か作らせてください。この花から成分を抽出してみます。少々お待ちくださいね。お待たせしました、シド。旅先で使いやすいよう精油にしてあります。他の薬に一滴混ぜれば効能が上がることでしょう。ぜひお試しください。シド、お時間よろしいでしょうか？ご相談があるのです。言ってみろ。現在、御堂工房長が考案した製薬機を仕上げているところでして、これは様々な薬の生成を迅速かつ正確に行うことができる装置なのです。装置自体は概ね完成しているのですが、最後の材料をどうしても揃えられず。そこでシド、材料の入手に協力していただけませんか？いいだろう。薬の生成がはかどればみんなも楽になる。ありがとうございます、シド。何を手に入れればいいんだ？はい、ボムの残骸と呼ばれるものです。
昔から不純物を取り除くと言われておりまして、製薬機でも薬をろ過するために使います。この工程は高純度の薬を作るのに必要不可欠ですから、どうしても装置に組み込みたいのです。ただ私もボムの残骸の実物を見たことがありません。古書によればボムキングという魔物の死に際に残る灰とのことですが。つまりそいつを見つけて倒せということか。お察しの通りです。ボムキングは非常に危険な魔物とされています。もしかしたらサロンのリスキーモブ掲示板に何らかの報告がされているかもしれません。わかった、確認しておこう。それではシド、よろしくお願いします。どうかご武運を。シド、ボムの残骸はって。ああ、確かめてもらえるか。確かにボムの残骸で間違いないでしょう。これなら不純物を取り除くことができそうです。シド、ありがとうございました。早速製薬機に組み込んでみますね。シド、ご覧ください。名付けてテラモーン製薬機、ミド工房長の自信作です。よかったな。これもシドの協力があってこそ。何かお礼をさせてください。隠れ家のみんなのためだ、気にしないでいい。しかし、でしたらシドが愛用されている薬カバンを使いやすくするというのはいかがでしょう。薬カバンを。ちょうどテラモン製薬機での試作として皮を柔らかくする薬剤を生成していたのです。普通は破棄するような硬い皮を再利用できれば隠れ家の物資にも余裕ができますからね。シドの薬カバンに使えば普段の使い勝手が良くなるかと。そういうことならありがたく受けよう。わかりました。それではしばらくお待ちください。シド、いかがです。なるほど、確かに使いやすいな。それは何よりです。感謝するよ。こちらこそありがとうございました。引き続きこの工房で研究を続け、隠れ家での生活に役立つ品々を作っていきます。シド、期待していてくださいね。こんにちは、シド。モーガンビアードの件でご相談がありまして。ここで育てると言っていた花だな。何か問題でも。ええ、生育自体には成功したのですが、花付きや根の張りが野生種に劣ることが分かりました。おそらく黒の一帯の環境に適応しきれないのでしょう。それで一つ試してみたいことが。なんだ、言ってみろ。獰猛な植物の魔物モルボルを素材に新しい肥料を作ろうと思うのです。モルボルは厳しい土地で生き抜くため、その根に多くの栄養分を蓄えているといいます。強靭な個体であればその気根一つで幾日も生存できるとか。お願いです、シド、強靭なモルボルの気根を持ち帰っていただけませんか。わかった、
協力しよう。ありがとうございます、シド。ちょうどロザリアで強靭なモルボルを目撃したとの知らせが入っています。詳細についてはサロンのリスキーモブ掲示板に貼り出されているはずです。ああ、確認しておく。それではよろしくお願いいたします、シド。ブラックゾーンって近寄りがたい。お帰りなさい、シド。モルボルの気根は手に入りましたか？これで大丈夫か？分厚い表皮にぎっしり詰まった気管。これなら栄養も豊富に違いありません。ありがとうございます、シド。早速新しい肥料を作ってみますね。見てください、シド。モーガンビアードは野生種に劣らないほど鼻つきがしっかりして根も強く張ってきました。他の草木にも効果が見られます。すべてシドのおかげですよ。役に立てて何よりだ。そうだ、シド、お礼にと改めて精油を作ってみたんです。あの花の生命力が強まったおかげでしょう。以前よりも薬効が増したようです。どうぞお持ちください。あなたの助けになりますように、シド。シド、お時間よろしいでしょうか？ご相談があるのです。また何かの装置でも作るのか？さすがシド、話がお早い。今度は御堂工房長が考案した加熱炉を製作したいと思っています。これはブラックソーン工房でも使われている鍛造用の炉に大気循環機構を組み合わせてはるかに大きい熱を…失礼しました。簡単に言えばミスリル機関とは異なる手法でこれまでにない高熱を作り出す装置なのです。ただあまりの高温に達するため従来の仕組みでは基礎となる炉が持ちません。うまく熱を制御しなくてはならないのですが、その材料がどうしても揃えられず。そこでシド、その材料の入手に協力していただけませんか？ああ、力になろう。またみんなの生活が楽になる。ありがとうございます、シド。それで今度は何を手に入れてくればいい？こちらの球体異物と呼ばれるものです。空の文明の異物か。以前ミスリル機関の排熱装置を作るのにも使ったな。ええ、あのミスリルの兜と同じく異物を用いて熱を制御します。温度変化に強い異物を組み込んで炉を守るとともに熱の対流でさらに高温にするのです。球体異物のある場所はすでに調べがついているのですが、近くには動く異物もいるようで。つまり奴らを倒して球体異物を回収してくればいいんだな。はい、お察しの通りです。加熱炉に必要な球体異物はあと3つ。ロザリアのアンバー近郊に広がるロストプルームと呼ばれる遺跡群に1つ、ダルメキアにある沈黙の吐息とザンブレクの降臨閣にも1つずつあるはずです。わかった、
向かってみよう。それではシド、よろしくお願いします。どうかご武運を。エンタープライズ、アイアンワークス造船所はもう着く。シド、お待ちしていました。球体異物は回収していただけましたか？これでいいか？こちらで間違いありません。シド、ありがとうございました。早速加熱炉の製作に取り掛かりますね。シド、ご覧ください。名付けてテラモーン加熱炉。この工房の自信作です。なかなか立派じゃないか。これもシドの協力があってこそ。何かお礼をさせてください。前にも言っただろう、気にする必要はない。でしたらシドの薬カバンをさらに使いやすくするというのはいかがでしょう？また薬カバンか。実はテラモン加熱炉の試験運用として製鉄をしていたのです。その際、ごく少量ながら偶然に硬さと柔軟さを合わせ持つ特殊な金属ができまして、この金属を薬カバンの取り付け金具に用いればさらに使い勝手が良くなるかと。そういうことならありがたく受けよう。わかりました。それではしばらくお待ちください。どうです？なるほど、これは使いやすいな。ありがとう、助かるよ。こちらこそありがとうございました。この特殊な金属を実用化できれば隠れ家での生活を格段に向上させられるでしょう。ここで生活する皆さんが何の不自由なく暮らしていけるようにする、それが我々の目標です。シドの協力で完成したこれらの装置をもとに、いつかその目標を達成してみせます。ああ、期待してる。みんなのために頼んだぞ。